今日は年に公開されたアメリカ合衆国の冒険映画、ローランド・ v リーが監督を務め、ロバート・ドーナットとエリッサ・ランディが出演している。アレックサンドル・レデュ・マペールの小説、モンテ・クリスト博を原作としており、無実の罪で投獄された男が、自分を陥れた3人の男に復讐する物語である。 1825年、エルバ島に遊兵されていたナポレオン・ボナパルトは、フランス本土の帝政派への文章を、モレル船長に託し、モレルは、マルセイユに向けて船を出す。しかし、船は、暴風雨に遭い、モレルは、禁止の自分に代わり、一等航海士のエドモンに船と文章を託す。しかし、エドモンは、船内の密告者によって逮捕されてしまう。エドモンは無実を訴えるが、 平成派の党宛の手紙の存在をもみ消そうとする、ビルフォール、船長の座を狙う二党公開士ダングラール、エドーモンの恋人メルセデスに横連合する親友モンデゴ、の三人の格索によりエドモンは、シャトーディフに投獄される。百日天下の間、エドモンの友人たちは、彼が釈放されることを期待したが、ビルフォールは、彼が脱獄を図って射殺されたという偽の報告書を作成し、 モンデゴはそれをもとに、エドモンは死んだとメルセデスに告げ、彼女は母親の勧めもあり、モンデゴと結婚する。8年後、エドモンは、牢獄からの脱走を図る、ファリア神父と知り合う。二人は協力して、脱獄を計画し、脱獄用のトンネルが完成するまでの間、ファリアはエドモンに教育を施す。しかし、脱獄する前に、ファリアは病死してしまうが、 エドモンは死ぬ、直前の彼から、莫大な財宝のありかを聞かされる。ファリアの遺体と入れ替わったエドモンは、脱獄に成功し、モンテクリスト島に向かい財宝を手に入れる。財宝を手に入れたエドモンは三人への復讐を、計画し、部下に命じて、モンデゴとメルセデスの息子、アルベールを誘拐させる。エドモンは自作自演で、アルベールを救出し、モンテクリスト伯爵と、 名乗りパリ社公会に進出する。エドモンは、最初の標的として白爵になっていたモンデゴを選び、彼が名声を得るきっかけとなったアルバニア戦役で、テッペデレンリアリーパー社を裏切り、トルコ軍に引き渡した事実を流して、彼の名声を失墜させる。助けを求めに来たモンデゴに対して、エドモンは、自分の正体を明かして、決闘を挑み勝利し、敗れたモンデゴは自殺する。 次の標的には、パリの大銀行家となっていた、ダングラールを選び、エドモンは、偽の株式売買を行わせて、ダングラールを破産に追い込み、エドモンに正体を明かされた、ダングラールは発狂する。順調に復讐が進む中、父の死に、エドモンが関与していることを知ったアルベールは彼に、決闘を追い込もうとする。エドモンの正体に気づいたメルセデスは息子を、殺さないように困難し、 それを受け入れたエドモンによってアルベールは死を免れる。エドモンは最後の復讐を果たすため、自分の正体をビルホールに知らせ、自身を逮捕させるように仕向ける。最初、エドモンはアルベールに恋するビルホールの娘、バランティーヌを思い証言を拒否するが、事実を知ったバランティーヌはエドモンに自分自身を守るように訴え、エドモンはビルホールの汚職の証拠を提示して彼は失脚する。 復讐を完遂したエドモンはメルセデスと結婚し、アルベールもバランティーヌと結ばれる。本作はエドワード・スモールとユナイテッド・アーティストが組んで制作した3作目の映画である。主役のモンテクリストにはフレドリック・マーチが検討されていた。最終的にはジョセフ・ m シェンクの説得を受けたロバート・ドーナットがモンテクリスト役に起用された。 監督のローランド・ブイリーと脚本家のダン・トザローは、小説をもとに脚本を執筆した。しかし、トザローがニューヨークに行く用事ができたため、スモールは新たに、フィリップ・ダンを起用し、脚本を完成させた。ダンによると完成した脚本には、原作者、デュマの言葉は、エドモンが財宝を発見した時に発する、ザ・ワールド・イズ・マイン。彼が復讐を果たした時に発する、ワン、ツー。 3の7単語しかなかったという、撮影は1934年5月に開始された。映画の公開後、エドーモンとメルセデスの息子を主人公とした続編の制作が発表されたが、実際に続編、ザ・サン・オブ・モンティ・クリストが公開されたのは6年後の1940年だった。12年後の1946年には、エドモンの孫を主人公にした続編、ザ・ リターン・オブ・モンティ・クリストが公開された。ありがとうございます。